あいつら。てめえ。なんか危ない人来ましたね。さあ、本編のスタートです。というわけで、ワイドアッシュです。もう流れでやるのよ。どうも、太一でーす。一回休む？一回休もうか。おじさん。一回休もう。ワイドアッシュです。はい、太一でーす。久しぶり。明けましておめでとうございます。今年も。本年もよろしくお願いいたします。ということでね、今年初めて、太一と撮影してます。というわけでね、今日は、まあ僕が知る中で、最強のサボり名人。最悪やな。太一に、レンティのサボり方をね、ちょっと聞いていきたいと思います。っていうのもね、いや、サボることを俺推奨してるんじゃなくて、普通のレンティマジ意味ねえよなっていうのがあって、やっぱ中学校、高校、大学で、今真剣にやってる人たち、いるでしょ。でも、むしろ普通のレンティって下手になっていくだけなんですよ。だから、そこ、うまく、切り抜けられる。そんな、練習方法、というか、サボる方法を、太一に聞いていきたいと思うんですけど、あるそんな、都合のいい。いや、もちろん。もちろんあるっす。ごめん、タコイチの態度が多いな。まあ、打つ方じゃなくて投げ方もあるから。二人一組で、そうそうそう、共犯、共犯、共犯。あ、なるほどね。共犯。共犯を、共犯です。それってバレねえよ。バレへん。マジ100バレたことない。マジでバレたことない。これ指導者側が見てたアウトってことやな、ね。まあまあ、それはそれ、これはこれだ。まあね、実際ね、ちょっとどんなんするか今僕も分かってないんで、ちょっと聞いていきたいと思います。それでは、先生、よろしくお願いします。はい。じゃあ今から授業始めていきまーす。よいしょーす。よいしょーす。はい、じゃあ1限目のスタートです。え、6限まで尺大丈夫短縮授業でやろうか。短縮でいく。はい、というわけで、はい、1限目、はい、やっていくんですけども、はい、ちゃんとした効果があるレンティも最後に紹介したいと思ってますので、よろしくお願いします。まずその心得1から。心得1、はい、マットをすごく短く持ちます。すごく短く持ってる。すごく短く持ちます。やばい、サボる気満々だよもうこいつ、ね、やりすぎは良くないんで、まあ、手始めにまずグリップ、指3本から、はい、そこから徐々にこう、1個分2個分としていきましょう。はい、でその2、その2振りました。振りましたね。で大体の人はここからこう戻しますよね。そうね、はい、こうやりますよね、はい、こうやりましょう。腰を回さずもうここで騒いでいくだけ。もう最悪こうでいい。なるほど。え、でもさ、これ1個いい、手首痛めない。あ、それにはコツがいるんですよ。おまあ、マクダビタをディストガードあるっすよね、はいはいはい、両手にしてください。お両手にして手首を返さない、もう屈伸で打つ。屈伸で打ちます。おなるほどね。そう、なるほど。確かに手首こねてないわ今。こねてない、こねてない、屈伸で打つ。でこれ別のいいとこがあって、おスコットの練習なんですよ。それはどう、下半身を鍛えてるっていう。それどこで、ね、どこで打ってんねんって言われたら、いや下半身と連動してるんですっつって、こうやってこう出してるんです。言い訳にもなる。言い訳にもなる。ああなるほど。ちゃんと内転筋には効くから問題はない。ああなるほど。嘘ついてない。嘘はついてない。ああ本音を言うてる。ああなるほどね。なるほど。じゃあ三つ目ある。三つ目ね、まずまあこれは後で言うんですけど、投げてんとちゃんと彼一緒に犯罪するんやでっていう意思疎通をしとく。ああなるほどね。だから投げる位置をしっかり固定してもらう。でこの四、監督来たらどうしようっていう話じゃないですか。そうね、こうトボトボ見えてくるじゃないですか。まあ大体10球20球がワンセットやと思うんですよ。一生9 10 9 10ってこの後ろらへんをずっと言っとって、いつでも終われる体勢にしとく。で監督が来たら10あっしゃーって言ってバット掘りちょっとゆっくり置いて膝に手ついてグリップガードこうやり直し振りしてずっとこうやって楽な体勢をとってる。ひでえ。なるほど、はい、え、実際さバレたことは。僕はないです。おー強えこいつ。僕はないです。あと場所も大事。というと大体監督来たらおはようございますって声聞こえるじゃないですか。うん、で声を聞こえて、まあ、挨拶するんですけど、うん、声が聞き取りやすいところにまず置いて、なおかつ声は聞こえるけど一番聞こえにくいところ
つまりレンティの一番最後尾ですよね。はい、はい、監督って大体こう来て手前からこう順々に見ていくんですよ。まあまあまあ来たところからね。だからこう後ろでなるべくサボっといて来た時だけあーってやっとけば問題はないです。こいつあべえ。俺さ、こう見えても真面目にやってきた人やからさ、サボり方ってさ、あれあまりこう考えたことなかったけどさ、そこまで考えられるもん。考えれるんですよ。実際ちょっとやってみてもらおう。あ、オッケーっす。じゃあちょっと塗装ってもらって。何年ぶり？まあちょっとおさらい言いながら。まずね、あの肩幅よりまあちょっと楽な体勢で、クリップはまず3本ずつ。はい、で打ちながらこう徐々に。で上げていくのがコツで、投げ手に絶対ここに持っていってますよ。で数を数えるのは1からじゃなくて、まず8、90、8、90ぐらいでいいです。じゃあちょっとやってみよう。はい、8、9、10。あ、完璧だ。10よっしゃあ、5球しか6球ぐらいしか打ってないぞ。これでまず4球はあのサボれます。4球サボったんですよね。4球サボったね。じゃあ2ゲーム行きましょう。2ゲーム投げ手でこれを15ぐらいにできます。ほう、まあこうやって、まあ基本はこうですね。ひでぇー。1打数2安打理論。Thank you.